どうも、宅の庭竹雄です。今日もよろしくお願いします。今日は久しぶりにビールです。なんでかビールかというと、僕はビールはキリン派なんですよ。キリンラガーが一番好きで、まあね、ラガービール通常のが一番好きなんですけど、一番搾りも好きでですね、一番搾りって麦汁を出した時に最初に搾られた分だけで作ってると。ラガービールの、まあ、フレッシュ版というか、まあ、そういったものになるんですけどね。そこから新しく柔らか仕立てっていうのが出たんで、まあ、この際ね、一番搾りの飲み比べをやってみようと思って持ってきたわけです。で、柔らか仕立てと通常のものと、それと一番搾り、これは糖質ゼロですね。まあ、糖質ゼロをよく作ったもんだなと思いますけど、どのように味が違うのか飲み比べをしていきます。キリンビール、この一番搾りはラガービールですね。最近ビールも流行ってますけど、流行ってるのはエールビールなんですよね。エールビールとラガービールの違いっていうのは、ですね、酵母が違うんですね。まず、まずというか、一番違うところはそこで。酵母がですね、エール酵母とラガー酵母っていうのを使ってます。で、エール酵母っていうのは、いわゆる、ウイスキーとね、このビールの作り方も似てて、大麦麦芽、モルトと、モルトを使うところが一緒なんですけどね。で、ビールはあとホップとかを入れるんですよね。で、その辺を、全部粉砕して、こう、麦汁を取って、そこに酵母を入れて発酵させるんですけど、その酵母を入れる酵母が、エールビールはエール酵母って言います。エール酵母を入れると、発酵がですね、20度ぐらいに上げないと発酵しないんですよね。で、20度で発酵します。そうするとですね、こう、20度ぐらいでこう、発酵させると、エール酵母っていうのはタンクの中の上の方に上がってくるんですね。これ、上面発酵って言います。で、上面発酵したものがエールビールです。エールビールの特徴は、こう、フルーティーで華やかで、なんていうんですかね、その冷えてなくてもというか、もうじっくり飲めるというかね、そういったタイプですよね。これ今流行ってます。いろんなエールビールが出てます。で、対してラガービールっていうのはラガー酵母って使います。で、ラガー酵母は、5度ぐらいでもう発酵するんですね。発酵すると、酵母が下に、タンクの下に溜まります。こう仮面発酵って言いますね。で、このラガービールの特徴は、喉越し、すっきり感ですね。僕はこっちの方が好きなんですよ。昭和な人間なんで。あんまりね、エールビールは、そこまで好んでは飲まないです。ということで、僕のビールグラス、いつもこれが多いんですけど、これは僕の好きなインドの青鬼のグラスです。で、これはいつもハイボールで使うグラスですけどね。まずは通常のラガービールです。ラガーの一番搾り、このグラスちょうどね入るんですよ。はい、バッチリでございます。まずは基本の一番搾りいただきます。うまい、さすが、うまいです。で、今回新発売の柔らか仕立て、これはですね、何が違うかというと、麦芽
ポップなんですけど、小麦も使ってるんですよね。大麦麦芽だけではないという、こちら43キロカロリー、こちら40キロカロリー、少しカロリーは高いですね。柔らかした小麦を使った小麦麦芽になるんですかね。モルト以外も使ってるということですね。はい、こちら一番搾り柔らか仕立て、最近コマーシャルいっぱいしてますね。いただきます。なるほど、すっきり感が強いかな。まあこの柔らかすぎたのいいところは散々コマーシャルでも言ってるんでもう言いません。あえて悪く言います。コクが足りない。美味しいですよ、美味しいですけど、飲みやすさ優先な感じですね。もちろん通常版に比べて、通常版もですね、僕はあの本当の普通の、キリンのラガーに比べると割とすっきりしてるなという印象を持ってるんですけど、さらにすっきり仕立てになりましたね。多分どうなんでしょう、スーパードライとかに引っ張られてるのかな。僕ね、スーパードライはねダメなんですよ。あれ多分ね、発売はね1985年か6年かぐらいだと思うんですよね。僕大学生だったんですけど、初めて飲んだ時にこれはビールじゃないと思ったんですよ。もうそれ以来ね、あんまりもうスーパードライしかない時は飲みますけど、あんまり飲まないですね。だからあれもすっきり系というかね、そっち系なんで、そっちにちょっと寄せてるような気がしないでもないんですけど、そこまでの感じじゃないですけどね。はい、では一番搾り糖質ゼロ、僕これ飲んだことないんですよ実は。どんなもんなんでしょうね。これはハイボールグラス300しか入んないです。はい、ではいただきます。甘い、糖質ゼロなのに甘い。あ、糖類が入ってる。麦芽ホップ糖類でも糖質ゼロ。あー、糖質ゼロっていうのは多分あれですね、アルコールゼロっていう表示と同じで、相当少ない数値だとゼロ表示ができるんですよね。アルコール分 5%、 アルコール度数は全部 5% ですね。これ糖質ゼロが一番甘いです。今度はキレがないって感じですかね。あー、なるほど。僕の個人的な感想です。ビール好きなんか一般的に言えると思うんですけど、この糖質ゼロは糖質を気にされている方は、いいと思うんですけど、あまりビールっぽくないですね正直。そしてこの柔らか仕立てはすっきり系のビールが好きな方、
エールビールじゃなくてごくごく飲める中でもこうスーッと飲めるのが好きな方はこの柔らかさで美味しいと思います。まあ一番搾りは通常版は言うまでもないですね。普通に美味しいビールです。はい、ということで今日はね、柔らか仕立て新発売のまあそれを記念してじゃないですけど、ちょっと一番搾り飲み比べをやってみました。まあどうなんでしょうね、柔らか仕立てもそれなりに美味しいです。はい、ただコクという面ではちょっと負けるかなっていうのが正直な僕の感想ですね。まあね、食事の最初はビールでっていう方も多いと思います。僕のね一番好きなビールはやっぱりキリンラガー、そして一番搾り、そしてねエールビールで、好きなのは IPA ですね、インディアンペーレール、中でもインドの青鬼という、これはヤッホーブルーイングさんの銘柄ですけど、これは大好きです。これもインドの青鬼のグラスです。非常にあの苦みが効いた、苦々しいビールです。まあどっかで見かけたら皆さんねぜひ飲んでみてください。まあビールはねやっぱりねコクとキレ両方が揃ってこその美味しさだと思います。まあ夏も終わりましたけど、それでも一年中飲めるのがビールです。ぜひ、まあ、いろんなビールを皆さんもね試されてみてください。僕もあの珍しいものがあったらねチャレンジするようにしてます。はい、ということで百の湯は竹を毎日ねこんな感じでいろんなねお酒ウイスキーで遊んでおります。メインがねウイスキーチャンネルなんですけど、まあ、蒸留酒がメインですけど醸造の中ではビールぐらいはやります。いろんなことやりますんでね、お酒好き、ウイスキー好きの方、ぜひチャンネル登録していただいて、一緒にウイスキーライフ、お酒ライフ楽しみましょう。はい、では今日のタブの今はこの辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあねー、バイバーイ。